はい、ちかです。今回は大人気 NFT ゲームであります GGGGG などを、ね、手掛ける株式会社ドリコムが保有しているウィザードリーというゲームがね、ブロックチェーンや Web3 領域の先進的な研究開発などを行っているチューリンガム株式会社という会社と提携をしまして、ウィザードリーがブロックチェーンゲームに生まれ変わるということで注目されています。で、生まれ変わった、ゲームのタイトルはエターナルクリプトウィザードリー BC と言いまして、確かまだ、6月5日ぐらいに確か発表された、最新の情報となっております。でそもそもウィザードリーってなんじゃいとお方のために、簡単にご説明しますと、ウィザードリーというのは1981年にアメリカで、発表されましたパソコン用の、RPG ゲームでして、今では当たり前ですけども、パーティーを編成していろんなダンジョンを探索したり、モンスターとの戦闘とかキャラクターの成長などの要素は後のさまざまな RPG に多大な影響を与えたゲームとなっております。なのでも RPG の始祖みたいな感じのゲームですね。でね、これまでにも数々の系列のタイトルが発表されておりまして、販売開始から40年以上経つ今でも世界中で根強い人気を誇る不朽の名作となっております。で、このエターナルクリプトウィザードリー BC はこのウィザードリーの IP を利用して、ブロックチェーンゲームとしてアレンジをして、誰もが楽しめるゲームを作るというところで開発が進められているゲームとなっております。はい、でこちらがエターナルクリプトウィザードリー BC の公式ホームページになっておりまして、今現在はこちらの情報があるだけで他にスクロールしてもスクロールできませんね。こんな感じの画面しか出てません。で、あとはツイッターとディスコード、あとはテレグラム等がありますけども、こちらの感じの画面を見る限り、なんかこうマインクラフトダンジョンズみたいな感じのゲームになっておりまして、マイクラダンジョンズだと、ハッカーのスラッシュになるんですけども、そういう感じのゲームになるのか、非常に面白そうなゲームになりそうですので、今後の続報に期待したいというふうに思います。では、こちらの情報は随時ツイッターの方から出てますので、ぜひチェックしてみてください。でまだフォロワー数も1066人とまだ少ないので、まだそこまで注目されていないというゲームですので、今のうちにチェックしておいて先行者利益を狙ってみるというのもいいかもしれませんね。こちらのゲームは非常に面白そうで、期待ができますので、私としては、かなり注目していますので、ぜひ、チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はこれまでになってしまうんですけども、株式会社ドリコムとチューリンガム株式会社が提携をして新しいブロックチェーンゲームを開発中であるというところでご紹介してきました。また新しい情報等入りましたら動画でアップしますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。